エリック・エラリーはフランスのパリ出身のレーシングドライバー。彼のキャリアはフォーミューラ、スポーツカーレース、ツーリングカーなど多くのカテゴリーを網羅した。フランスフォーミューラ3選手権の1990年チャンピオンであり、1993年のルマン24時間レースで総合優勝したことで知られているほか、ユーロレースカーの2011年チャンピオンでもある。エラリーのレースキャリアは 他の多くのドライバーと同じくカートでレースに参戦を開始し、1981年から1984年までカートで活躍。1987年にフランスフォーミュラフォードに進出して翌年にタイトルを獲得し、1989年にフランスフォーミュラ3にステップアップを果たすと、2年目となる1990年にフランス界3のタイトルを獲得した。 国際会3000にも参戦し、3位に入賞したレースもあったが、会一に進出することはできず、エラリーはツーリングカーやスポーツカーレースに転向を決めた。1993年のルマンで、エラリーたちが総合優勝を収めた、プジョー905バイト1992年に、プジョースパイダーのワンメイクチャンピオンシップで、スポーツカーレースに初めて参加し、 1993年にドライバーズタイトルを獲得。同じ年に彼はクリストフ・ブシュート・ジェフ・ブラバムと共に、プジョー905でルマン24時間レースデビューを果たすが1992年にこの車を運転していた経験があった。ツーリングカーでのシーズンの後エラリーは1996年に FIAGT 選手権で耐久レースに戻り、クライスラーバイパーを運転。 2001年に FIAGT に一回限り復帰するまで彼はスポーツカーには参戦しなかった。耐久レースへの参加はもう一つあり2003年の FIA スポーツカー選手権でニコラミナシアンと組んでペスカロロクラージュプジョーを運転。彼は2004年のヨーロピアンルマンシリーズでペスカローロと一回限りで出場していたが2006年のフルシーズンでシリーズに復帰。 現在、プジョー908ハディファップの公式テストドライバーとして起用されている。エラリーは1994年のフランスのスーパーツーリングカー選手権でツーリングカーデビューを果たし、オペルベクトラをドライブ。シリーズで5位に入り、1995年には、BMW のイバン・ミューラーやプジョーのドライバーでこの、レースの全年度チャンピオンのローレン・アイエロラと争う。 ミュラーにわずか3ポイント差で敗れはしたものの、7勝、シリーズ2位と好成績を残している。彼は1996年の冬にオペルと一緒に、トロフィー・アンドロスに参戦し、アイスレースに出発。彼は順応し、最終的に4位の戦績を残し、1997年シーズンでは2位となる。エラリーは1997年の残りを、 ドイツスーパーツーリング選手権の BMW、テストドライバーとして過ごし、その後1998年と1999年に2年間、オペルから再び参戦し、ベクトラをドライブした。ドイツツーリングカー選手権が2000年にリニューアルされたが、引き続き、オペルに所属。二千二年の DTM に再び参戦した後、フランスのスーパーツーリングに戻って三シーズン目を迎え、 ランキング4位と着実に成績を残した。2005年も、フランスのスーパーツーリングに出場する傍ら、プジョースポーツデンマークのプジョー407で、世界ツーリングカー選手権に1ラウンドのみではあったが、出場した。フランススーパーツーリング選手権、ドイツスーパーツーリング選手権、ドイツツーリングカー選手権世界ツーリングカー選手権、K& N プロシリーズイーストウェレンユーロシリーズエリート1ありがとうございます。